スーパーフォーミュラ優勝ドライバートークをレースアナウンサーのピエール・ステファさんと一緒にお届けしてまいります、はい、よろしくお願いしま す。それでは早速優勝ドライバーをご紹介したいと思います、はい、2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦オートポリスで見事ポールトゥーウィン獲得されました、はい、クオバンテリーチームトムス36号車ジュリアーノ・アレジ選手です。コングラチュレーションズ、ジュジュー、初優勝、ニューヒーロー誕生ですよ。ニューヒーローです。ああ、まあちょっと今、じゃあ今の気持ちを聞きましょうか。はい、どんな気持ち？ハリフィルム、まあ絶対嬉しい、本当に嬉しいな感じして、うん、ポールポジション取って、はい、グッドスタート取って、ここまで全部良かったので、はい、残念なことは終わりだけやっぱりフィニッシュライン、ね、クロッシングしたかったけど、はい、でももう天気見るときも本当に無理だったから、まあしょうがない。また今度頑張る。いやでも本当ね、はい、昨日からそのドリームストーリーはもう始まっていて、そうですよね、本当すごい予選のトップから、はい、今日もパーフェクトだったと思いますよ。本当にだから、ラッキーで勝ったんじゃなくて、勝たなきゃ、はい、勝つ、そして勝ったっていう ね、ちゃんと掴みした、グラブにいった、グラブしたって感じがしました。はい、本当に欲しかったのです。うんねえ、この瞬間をね、はい、本当に目撃できたのが、なんか、はい、宝なんじゃないかって思うくらいね。でもさっきね、テレビがさ、中継でこうカメラ寄ってった先にさ、そのスマートフォンにさ、ママがいたでしょ。そうです、そうです。ママちょっと眠そうじゃなかった、まだ。まあ朝から起きてるので、スーパーフォーミュラライズのレース見たかったから。あ、そう。でもかわいそうのはいつもディレイ、天気のせいですね。だから絶対昨日の夜寝てないかと思う。でも最後に、ね、一番ハッピーなニュースをお母さんに届けて、ねね、最高よね。でもね、はい、ジュリーのジュジュのまだストーリーは始まったばっかですよ。そうですよ ね、だって今少々に過ぎない。このウィークエンドは、はい、モーストビジードライバーだからね。そうですね。もう本当に頭の本当にフィジカルは大丈夫だけど、うん、本当に メンタルはすぐ疲れる。いや、だと集中フォーミュライズして集中スーパーフォーミュラ、そうそう、本当に2人ともグッドリザルト取りたいから、うん、本当に難しい。でもそれは大好き。もともと前はあんまり運転してなかったから、うんうん、いつもワンチャンピオンシップだけして、うんうん、とフォーミュラ2だけ GP3 だけするときあんまり走らないのと、テスト少なめでするのと、ウィーケンドもあんまり走らないから、うん、今走ってるのでとっても最高な感じしてる。走って走ってどんどん調子がこうね、そう今 ね、 そうですよね、上がってきてるからさ、上がってます ね、 ね。じゃあでもね、はい、まあ、今回取ったけどまだまだやっぱりね、フル参戦ではないから、うん、次 ね、 ね、またスーパーフォーミュラ乗れるチャンスっていうのもまだ少ないんだけど、はい、ちょっと次の目標何かもうイメージできてる？Your next goal。 まあまあまあ、次の乗れるから かもはまだわからないから、うんうん、まあ 今ではスーパーフォーミュラライツだけの集中して、はい、とのスーパーフォーミュラまた出れば、うん、また同じなメンタリティで集中、車に、はい、カンフォータブル、全部したいので、だからそれ集中する。そういうことだね、はい、スーパーフォーミュラライツでまずはしっかり走って、はい、そうですね、ね、また多分すごいチャンスがきっと待ってると思うから、はい、いやでも今日は本当に興奮した、はい、いや興奮しました、本当にありがとうございます。でも長い一日だったね。そうです、結構長かった。朝5時で起きてと、やっぱり最初のレースはキャンセルだったのはもうやっぱり寝たかったな感じしてたけど、でもまあ今日優勝して本当にとても幸せです、うんね、これで一つステップがまた上がりましたから、ね、これからが本当楽しみですが、さあここにまた、はい、みかちゃん。そうなんです、今ジュリアーノ選手の前にですね、はい、こちらサインですねいただきたいものがございまして、こちら、はい、横浜コムさんの方のですね、はい、ツイッター、フェイスブックの方で応募の方はですね、うん、情報が公開されますので、ね、そちらの方をチェックしていただければと思うんですけども、うん、こちらの、マシーンの、フィギュアというんですかね、はい、じゃあここにオートグラフしてください。こちらの上の方にですね、ジュリアン選手のですね、初優勝だからね。そうですよ、めちゃくちゃプレミアだからね、これ、はい、超プレミア。私も応募しようかな。ええって言っちゃった今、普通に素でえって言っちゃった。じゃあ俺も応募しちゃうぞ。そうですよね、そうなりますよね。世界で1個しかないからね、スーパーフォーミュラ初優勝の、はい、ね、ジュジュ
何日 16th 16th 16th。はい、OK、はい、じゃあちょっと見せてください。いただきました。ちょっとそれではカメラの方にですね、ちょっと向けてサインの方、はい、しっかり書いていただきました、はい、記念すべき第1号ですよ。第1号ですね。いやー、ありがとうございます。こちらの方ですね、横浜ゴムさんのですね、はい、SNS の方をチェックしていただければと思います。じゃあね、最後のコメントを、はい、ね、じゃあファンの皆さんいっぱい応援してくれたから、次へ向けてじゃあありがとうのメッセージをお願いします。皆さんの応援の力の本当に感じてて、もっと必要ので、本当に初めて日本に来て本当に簡単じゃないから、皆さんの応援の力必要です。だから応援してお願いします。ありがとうございます。はい、これからも応援します。はい、ありがとうございました。そしてですね、こちらで優勝ドライバートーク終了となります。はい、こちらのね、第3戦見事ボールトゥーウィンで優勝されました、うん、ジュリアのアレジ選手でした。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとう。これはね、スーパーフォーミュラライツ、はい、ですね、頑張っていただきたいと思います。はい、そしてまたスーパーフォーミュラに、ね、乗る機会があったらですね、そちらの走りもですね、そうですね、注目したいと思います。はい、はい、ということでピエルさんもですね、はい、旗だったりとかいろいろと、進行の方レッスン長かったよ。そうですよね、長かったと思いますが、実況、はい、のお疲れ様でございました。はい、ありがとうございました。はい、この後のコンテンツは準備ができ次第、優勝チームのエンジニアの方をお迎えして、自動車評論家諸組武彦さんによるテクノロジーラボラテリーを、水村理也さんと一緒にお届けしていきたいと思います。準備が整うまでですね、今しばらくお待ちいただければと思います。そしてピエルさんも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。